2015年6月24日、今回は以前使ったウィッグを使ってこう後ろに流すようなスタイルですねを自宅で切れるような簡単な切り方で紹介していきます。まずこれもう前髪がある程度短くなってたので、今回はこの長さで右側を切っていくんですけど、まずはじめにどんな感じのスタイルなのかというと、まず前髪の長さがあって、この前髪の長さ、この位置がここ同じ一線上にちょっと後ろ下がりになってるんですけど、そこから下は刈り上げ、まあ、バリカンで刈り上げて、上も前髪から上が長くなるようにこんな感じで前からトップ、ここが一番長くなるようにスタイルを作っていきます。で、髪の毛は短いところから長いところに流れやすさというのが出るので、まあ、こういうスタイルだとアップバングとかサイドに流すサイドバックスタイルとかに使われる切り方を、まあ、簡単にした感じでやっていきます。で、今回は前髪とここ刈り上げの部分がしっかりつながったスタイルなので、前髪の長さは眉付近まで、あんまり長くなりすぎるとここの高さが下になりすぎてしまうので、前髪を長くしたい場合は2ブロック、またこれからやっていくんですけどのスタイルでやっていきます。なので今回はもうすでに前髪が短いので、まず前髪の切り方から頭の丸みに対して真下に、丸みに対して真下に下ろしていくんですけど、眉ぐらいで切るとしてまっすぐ眉で切って、この辺りも目尻までですね、ここまで頭の丸みに対して真下に下ろして目尻のところで、ここはまっすぐ切ります。まっすぐで、ここからバリカンに入っていくんですけど、今回はまずはじめに12ミリで切っていきます。で、この目尻のところ、ここの長さの延長線上で、これコームは使いやすいのを使ってもらっていいです。この長さに合わせて自然に下ろして、ここの部分は下は全部バリカンで落とします。頭の丸みに沿って入れて、そのまんま抜けるように、で、ここから少しまっすぐじゃなくてちょっと後ろ下がり、まあ、これぐらい緩やかな後ろ下がりで切っていきます。下ろして、この角度、このコームの角度もピタッとくっつけた状態から少し浮かせた状態ですね、これぐらいで後ろ下がり、はい、で次に6ミリに変えて、周りを地肌に合わせて入れて、そのまま抜けるように、こ
このカーブを利用してこう抜ける感じで入れます。耳周りもこういうふうに丸くなるように、この時に角度をこう頭にくっつけた状態じゃなくて、ちょっとこういう角度をずらして入れます。次にアウトラインをアタッチメントを外して、以前紹介した生え際のラインの切り方を使って切って、はい、でこれをベースに、ここのこういう感じで後ろ下がりに、こう下は刈り上げでできてるんですけど、ここからが素人さんには難しいかもしれないですけど、この線に合わせてコームで引き出したら、頭の形にピタッと指をくっつけた状態で、指1本分ぐらいここを浮かせます。指1本分ぐらい浮かせて、出てるところを切ります。すきばさみで何回も開閉させて、でこれをここの角全部頭の丸みに合わせて引き出して切っていきます。まあ後から最終的なチェックとかはできるので、大まかに、で市販のすきばさみは引っかかりやすいので、まあ、ゆっくり切った方がいいかと思います。前髪も、まあ、切ったところ、ここの線の切って、こういうふうにグラデーションがついたんですけど、そのまんまの形で、この前髪の長さに対して上が長くなるように、こういう感じで引き出したら、ピタッとくっつけた状態からまっすぐ引き出して、前髪の長さから上が長くなるようにハサミを入れていきます。はい、すると今ここが切り終わったので、次にこの上、この部分を切っていきます。同じように頭の丸みに合わせてまっすぐ引き出したら、この長さに対して指1本分ぐらいここを上に上げて切る。でそれの繰り返しで、全体的に切っていきます。ゆっくりゆっくり切っていくといいと思います。引き出したら、この長さよりも指1本分上が長くなるように。
はい、するとここまでが前髪の長さからこの目尻ですね、この長さからそのまんま後ろ下がりに切って、その下を刈り上げで徐々に短くしていき、ここのライン、ここから上は頭の丸みに合わせてまっすぐ引き出した上で、上が指一本分長くなるように上をずらす。で、切る。で、それで1個、2個、ここも続けて、これで1本分上げる。そうすることで、ここからトップまでが長くなるように。はい、と、ここまでがベースカットなんですけど、これにまたこのチャンネル内でよく紹介してる隙を入れたりして、まあこう上げたりアップバングとかにも向いてるスタイルですね。また次回このベースに隙を入れていきたいと思います。今回は以上でした。